ズバがゴールを決めます。放送時間が残り1分となってきました。放送席には愛好サッカーズ監督として現地総監督で JV の戦いが失敗したと実感を迎えて放送しました。この後楽しみにしながら行きました。奇跡の逆転昇格どうしましょうか。最短で2年後に決めた、ね、そうですね。その夢を見ながらこの夢スタジアムから FC 今治が大海原に打って出る物語をみんなで見てみたいと思います。解説は石橋聡一さんでした。